はいどうもこんにちは、プロボーラーの水 P です。いつもご視聴ありがとうございます。今日もね、伊賀ニンニンボール様から撮影をさせていただいておりますが、前回まではね、天品をなくして、ストライクが出るかという企画をやりましたけども、今日は全く逆、天品のみをセッティングさせていただきまして20頭を投球いたします。その中で何回天品をカバーできるかという、できれば 100% になりたいんですけどもね、最初の10頭同じとこずっと投げますけども、残りの10頭はですね、タツイチもスパッとも変えながら、順々にやっていきたいと思いますので、タツイチどんどん左寄っていきますからね、そういうところもご覧いただければなと思っております。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。はい、一生懸命頑張りますので、ご覧ください。それではどうぞ。はい、それではやってみましょう。何連続天品取れるかな。はい、天品下手な水谷が天品の練習をしたいなと思います。これね、ここのセンターさんのこのマイショットっていうのがね、いいですね、この機械ね。はい、まず第1回目、ちょっと危ないな。はい、とりあえず1回目天品取れました。さあ、まあスペアボールね、僕3個か4個ぐらいセンターにはあるんですけど、まあ、これだけ唯一そのトーナメントで登録している天品用のボールで、これが一番なんかね、やっぱ相性っていうか、フィット感とか滑り具合とか微妙なもんがあるんでね。お、これ大丈夫？はい、余裕ですね。はい、じゃあ分かりました、顔バレました。はい、2分の2。嬉しいね、こうやってね、よそ様のセンターに来てお声かけていただけるようになって、 YouTube やってよかったなって心から思います。はい、3回目、楽勝。はい、はい、まんとこ3連続。天品の動画昔にも上げたんですけど、めちゃめちゃあの地味で恥ずかしい動画が上がってると思うんですけど、まあ、連続スペアっていうのをやったことないんでね。この前あの30回投げてみたってなったけど、あ、もうやばい、危ないな。とりあえずセーフ。はい、せめてこの1ゲーム全部取りたいよね。一応プロだもんね。すごいな、ボールのスピード、アベとかも出るんやな、これ。この機械ほんま最高。ね。そして 26.5、26.5、26.7、そして 26.5。すごいね。ほぼ誤差なしやね。だいぶちょっとガーターに近づいてきたよ、ボールが。大丈夫か、俺。よし、とりあえず5回セットで OK。 あと体力落ちてきたかな、 26.3 になりました。はい、まあ天品なんて取れりゃええんでね。はい、当てるだけなんですけど、この試合行った時の緊張感の中で取るのがまた難しいんですわね。はい、行きます。はい、 OK。 でね、その初期編の動画でも言うたんですけど、なんせね、どう言ったらいいかな、天品を取りに行く時でも、そのいわゆるエッジ端の方がめちゃめちゃズルズルな時もあって、右へすぐ落ちるレーンの時もあれば、今日のねニンニンさんみたいに今何回か外に右に失投してるんですけど帰ってきて取れるとかね、これちょっと右に行ったんですけど、ほら、ああやって回ってきて取れるときは、こういうときはもうね、ほぼ 95%、97% ぐらい取れるんじゃないですか。はい、で、ただ、今こうやってね、ボールスピードがどんどん下がってきてるのは、やっぱね、その橋というか、対角線をちょっと減らしてね、安牌で投げてるんで。レーンの遅いとこ通っているとボールの摩擦で失速しとるってことですね。
これ多分今ちょっと中通って滑ってったからスピード上がるはずないね、めっちゃ上がりましたよね。ほら今ね、これ多分15枚目から20枚目ぐらいのスパット、どこ通ってもどの角度でもある程度は取れるような感じの残りピンになったグルメじゃない、天ピンのラインやと思うんですけど、なんせねこうやって曲がってきたらやっぱり失速する、よう出てますねこのコンピューターにね。こうやってねちょっと右行って曲がると多分これ26とか 5.9 とかそうなっちゃう。あれそんなことなかった、 6.3 もあったな。まあなんせはい9連続取れました。はい、じゃあねもっと一番ちょっと色気出してもっと左の方からわざともっと油の上濃いところをビューンって投げたらカッとスピードアップするやろか、研究こういう感じね。はい、またトゥイチ変えて狙うとこも変えましたけど、さあこのスピードどうだろうね。26点アベか、最後がね出てないんですよねこれスピードメーターが。あらら、はい、でこれなんか10回で1回リセットされるらしいので続けるをしました。はい、回転ピンのみにして完了します。はい、あ、笹田プロの用事が終わったみたいなんでこのもう1回20回取れたら終わりますね。はい、じゃあそうだな、せっかくだから15枚目から25枚目までの間を立ち位置変えていこうか。これまず15枚目、はい、こういう感じね、はい取れました、はい OK で、これは多分スピードあまあまあ出てるね。ちょっとさっき言ったことが嘘になってきたかな。はい、じゃあ次ね、よいしょ、16枚目狙います。16枚目、この辺はもう誤差やけどね。16枚目狙います。ああちょっと中通った、18枚くらい通った。ああでも15ではなかったな。はい、このレーン天秤めっちゃ楽、ノンプレッシャーやし、脱衣所ももちろんちょっとずつ微調整してってるので、はい次17枚目狙います。あとは僕が力んで慌ててボール落とさんことやね。はい17枚目、あーでもねほらレーンが賢いんですよ。あれエッジが速いセンターやったら今の危ないもんね絶対。さあ次18枚目ですよ。というかボール吹いてないな、油の上投げてんのにね、ボール吹かないと。吹いた方が逆に噛んであかんという可能性もあるけど、もう服が汚れちゃうからね。はい、じゃあ18枚目狙いに行きます。はい、OK。 なんか自分の中と実際の画像2枚ぐらいこれずれてんのかな。なんか今20通ったような気もするけど、20はもうあのねアイドルグループだけでいいですけどね、僕は40ですからね。はい、型は40型ではありません、ちゃんと動きます。はい、どこまでいった。15、16、17、18、19枚目やね。次19枚目通します。はい19枚目、あ20通ってもた、やばい、あ終わった、終わってしまった。14連続で、しかもミスがでっかく赤くなってる、悔しい。こんなミス抜きせんかったのにな、このレーン。やっぱりボール吹いたからやわ、吹いた分摩擦出たわ。はい、じゃあ続き、まあ、やっちゃいましょうね。はい、20枚目狙い、今20枚、21枚ぐらいどうだかな。はい、集中してゆっくりゆっくり、はい、こうね、20枚、はい、OK、 はい、じゃあ次21枚目、悔しいな、あの1個あれだけで
83% まで落ちるんよ、1回見せたら。あ、でも2ゲーム合わせたらもっとあれやろうけど。はい、じゃあ21枚目ね、21枚目狙います。落ち着いて落ち着いて。ああ、もっと中通った、セーフ。危ない、だんだん苦手なラインになってきた。そしてなんか異常に球が速くなってきたよ、疲れてきて。分かんな、四十じゃないよ、四十肩じゃないよ、ちゃんと上がるよ。はい、上がるけど上がってないよな、振った時は。はい、22枚目ぐらい。はい、だんだんぐらいって言い出した。22枚目いきます。はい、 OK。 ちょっと23やないかな、多分。先読み23みたいな感じ。ケーゲルさんのね、トーチっていう、あれね、通ったとこが、通ったか通ってないか感知できる装置があるとすぐ分かるんですけどね。はい、23枚目いきます。先のとこって23やったような気がするけど。はい、ほら、まだだんだん左行きだした。危ないな。これ多分めっちゃ球速いんちゃう、また。ほらね、 27.4。 はいはい、次24枚目。はい、行きまーす。24枚目、普段あんまり投げないからね、ここから天秤。はい、行きまーす。はい、ちょっと逆に23通ったみたいな感じ。何時ってこう引くれたことは。はい、ああ、そうか、終わっちゃった。はい、今度は10分の9ですので9割。はい、合わすと単純計算 95% ということですね。はい、まあこういう感じで、はい、出ておりますので、はい、20分の19回天秤取れました。はい、ということで、まあプロなら波ぐらい、波以下かな、95やったら。はい、まあ、試合でもね、やっぱりこれぐらいは取らないといけないなということで、はい、また練習をしっかりしたいと思います。はい、じゃあ笹田プロとね、今日は今からまた面白い動画を撮る予定にしておりますので、そちらもぜひね、楽しみにしてください。よろしくお願いいたします。本日の内容よろしければグッドボタン、チャンネル登録もぜひお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。さよなら。